えっと、うん、いよいよ今日が年度末、明日から4月1日新年度がやってきますが、はい、まあ生活、いずれも変わるところが出てきます。うんうん、で、東京新聞の記事からご紹介しますが、あの、負担が増えるところと減るところがあるんですけれども、はい、一応あの、負担が増えるなんて聞いてなかったよってことがないように、うん、負担が増えるところを中心にご紹介します。うんうん、まず、エコカー減税。 燃費基準が厳しくなりますので、うん、車の種類によっては実質増税になってしまう、はあ、まあ、エコ対策が強い車の方がお得ということですよ、ねうん、まあ言ってみればだよ、まあ、ちょっと例え話は品がないですけども、古い車をですね、大事にね、手入れして、一生懸命乗ってた人がいます。はい、まあ、それでもそのガソリンは食うし、うん、ね、それから燃費の基準はね、まあ、クリアでクリアできてないみたいな、そういうのは、 高くなると。高くなる。ね、それから、軽自動車税、うんえ、新車の二輪車、まあ、オートバイに対する税額が1.5倍から2倍になります。うん、あとは、紹介状なしで大病院にいきなり行くと、うん、初診だと5000円以上、最新だと2500円以上取られちゃうので、追加で、うん、気をつけてください。これ、かかりつけのお医者さんに最初見てもらって、紹介状を書いてもらうと大丈夫なんですが、いきなり大病院行くと、こうなります、うん。大病院ってどういう規模を大病院 どのくらい大,病院らい大学病院とか、まあ、ほとんどそうですよね、<ー>いきなり近所に大学病院があるからっていって、いきなり行ったりすると、5000円取られちゃって。まあ、でも全国には240って書いてあったからな、それだったらあの東京にはいくつぐらいあるんだろうね、うん、まあでも、あのー、大学がやってる病院とかは大ななんじゃない大けがしたときはどうすればいい、うん、救急車を呼んだ方がいいってこと、自分の足で大病院行くより、あそんなこと言っとる場合じゃないか、5 0 0円台、2 5 0円言っとる場合じゃないですか。 はい、まあ、年取ったら脳一血とかな、そういうのもあるからな今まではこうちょっと風邪気味かなと思っても、近所だと大病院に行っちゃったりするケースがあるのをあ<ー>、まあ、かかりつけのお医者さんに行った方がっていうことですよね、大病院は高度な医療に集中させるっていう意味合いもあるみたいですあ、はいまあ、そういう意見もあって、ここが高いっていうのも分かるけど、はいまあ、逆な言い方すると、近所のお医者さん何回も行ってて、そこでもらちが開かなくて。 ね大きい検査のある大病院に行かなくちゃいけないっていうことを考えると、うん、ちょっとそっちが二度手間みたいな気もしないまあそうですね。<ー>難しいとこですね。難しいとこ。この5000円、はい、っていうのはなんか、ど、どこ,どこに入るのそのまなんかこう医、医療全体に入って、それ何かにこう還元される。それともなんか誰かが儲かっちゃうそこはわかんない。うん、これはど,どう、どうなんですかね。ごめんなさい。うん、そこまでわからない,はい,はい,、はい。はい、わかりました。はい、とにかくなんかね、初診だと5000以上。これからは。うん 取られますよっていうね。うーん。ちょっとわかんないけど、高えなとも思うよな、ね。そうですね。うん、はい。はい それから国民年金保険料、受け取る額は変わらないんですけども、負担の額がちょっと増えまして、月670円アップします。月15,590円だったものが16,260円。あとは、まあ、値上がりもいくつかありまして、ディズニーリゾートのワンデーパスポート、大人1人6,900円が7,400円。これ値上げは3年連続です。あとはガーリガーリ、クムを値上げ、25年ぶりに60円から70円に。 でタバコ、えー、日本タバコ産業がメビウスなどの種類を10円から50円値上げすると、あタバコを吸う方にとってはまた厳しい,、うん、いですね,ね。タバコはさ、JT だからさ、あれだけどさ、ねガリガリ君はね民間じゃタバコの値上げ率に比べると、あのー、ガリガリ君はさ、もう25年ぶりの値上げじゃない。うん、まあでよく頑張ってたと。100円切るアイスなんて、なかなかもう今、ないですからね。うんうん <laughs> 10円認めようみたいな気持ちもああ。<laughs> そう。ガリガリのなじみも、そうだな。ちょっとするそうそう <laughs> ちょっとするけど。敵にいい、<laughs> いいと思っちゃう。それに比べてタバコ。<laughs> なんだよもう。もうほとんど税金。吸ってる分はほとんど税金だよね。ね根元ぐらいまでもう税金になっちゃったね。この間までは最初、ちょっと1、一センチぐらい税金じゃないとか残ってたような気がするけどね。もうこのタバコの値上げのさ、まあでもね、 まあ値上げして、それがね、なんか税金でうまく回るんだろうね、森永さんあたりは値上げしてもいいですよみたいな、ちょっと値上げしてるそうね、うん、贅沢品というか、うん、まあ、試行品だもんね。まあね。我慢しようと思えばできるものといえば、うんはいはいね。まあでもね、まあ値上げするからやめようっていう人ももちろん出てくるからね。はい。はい